お前らに恨みはねえんだ。これ以上怪我させたくねえ。うるせえ。そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。お兄貴、お前らがかなう相手じゃねえ。しかしこいつは。店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。しつけがなってねえな。やつら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若いやつからの人望はあるんだな。もう他人とつるむのはごめんだ。登場会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか、ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。登場会がどうなろうと俺には関係ねえ。お前は登場会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はな、キリュウさん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在だったけど、今は違う。親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よく分かってるじゃねえか。ああ、お前の言う通り、今の登場会にそんな価値はねえ。幹部連中も金勘定ばかりして昔の意向はなくなった。でもな、俺はまだ信じてんだ。何を？風間のおやっさんや島の、そしてお前のおやっさんがいた頃の強い登場会を。もう一度あの頃の登場会に戻るにはお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。1年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。何しやがる。どうだ、少しは目が覚めたか。変わんねえな。昔っから力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。Thank you.
登場界の運命は全てこいつにかかってる。